G400 よりさらにトビオプラス G410 ハイブリッド新登場。いいパートナーになってくれそうだなと思います。すごい拾いやすいなっていう印象がありました。球も上がりやすいですし、優しさがすごいあるので、優しく飛ばせて、でさらに方向性もかなりいいので、あんまり良くないライからでも普通に打っていけるなっていうような感じがします。ヘッド後方部にウェイトを搭載した複合素材の超伸展重心ヘッドだから、ミスしてもブレずに最大飛距離を生み出す。タイトなピンに切られていてもピンをしっかり狙っていけるようなハイブリッドなんじゃないかなと思います。高強度極薄のマレージング C300 フェースが最大のたわみと初速を生み出し、高弾道で狙える。微調整をすることによって、本当にちょっと足りない5ヤードだったり、もうちょっと飛んでほしい5ヤード、そういう微妙な調整にすごい適してると思うので、戦っていく上でこれはすごいいい機能だなと思います。この微調整で全然スコアが2打も3打も5打も違ってくると思うので、これをうまく利用していけたらスコアに直結するのかなと思います。安定感のあるヘッド形状にロフト内調整機能を初搭載することで、プレイヤーが求める弾道を可能にし、さらにブレずに狙ったところに飛ぶ。 G410 はロフトが17度から30度までラインナップ。これはかなり武器になるんじゃないかなと思います。さらに速くてさらに曲がらない、だから飛ぶ、だからブレない、全てのゴルファーにさらに飛びをプラス。 G410 ハイブリッドデビュー。